はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの痴漢積分丸1ですね。みんな大好き痴漢積分やっていきましょう。まあね、持ってますけど。はい。ということでね、今回問題演習6問ありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし！じゃあ行きましょう。で、まずですね、まあ、今回は本当問題が解けるようになってほしいというのがメインなので、まあ、サクサク解いていってしまうんですが、そのやり方については、前回の動画で、ね、前回の動画の一番最後の問題でね、簡単に説明しているので、まあ、もし気になる方は、今ね、画面の右上に多分びっくりマーク出てると思うので、そこをクリックしていただければ、多分いけると思うんでね、チェックしてみてください。じゃあ行きましょう。で、痴漢ね、まあ、置き換える積分でございますんで、ちゃんとやるんだったら 4x-1 これね 4x-1 を t って置くわけですよ。ここをね置き換えると、で置いてやっていくって発想なんですけど、このレベルの問題だったらできる限り暗算で処理します。こっから微分してあれをチェックしてとかやると時間もったいないんでね。で、どう考えるかっていうと、自分だったらこれを、まあ、t って、まあ、よく t 使うんでね、 t の3乗になるじゃないですか。 t って置くと、じゃあ t の3乗になるから、それまず積分しようって考えるので、 t の3乗の積分だから4分の1が出てくるよね。で、4分の1 t の4乗になるじゃん。で、もちろん t とは書かずにこれを t って置くって分かってるから、だから 4x-1 の4乗になるわけ。こうやって、ただし、前回のね、その問題の時に説明したように、置き換えたものを、微分したものを考えます。こいつね。こいつを微分すると、4って数字が出てくるじゃん。4って数字が。微分するとね。で、その数字を、分数の、ほにゃらら分の1の下にくっつける。つまり4分の1。まあ、逆数にするんです。この4を。逆数にする。で、4分の1があって、それをかけます。必ず。ちょっと今説明上でこういう順番で書いてしまってるんですけど、もちろん最初からも16分の1で書いてて OK です。で、不定積分なのでプラス C がつく。まあ、まとめましょう。最初が、16分の1、カッコ、4x-1、4乗プラス C となって、これで終了です。こんな感じでやっていきます。だから次ね、三角関数になってるね、サインを使ってますけど、関係ないです、これも。これも、ここの中身、2θ プラス3分の π を置き換える、まあ、t とかって置いてると考えましょう。ね。そうすると、まあ、sin t なわけですよ。で、sin を積分すると、マイナス、cosになりますよね。sin は積分するとマイナス cosで、中身はもちろん変わりません。2θ プラス3分の π となると。で、この置き換えたものを微分すると、これ θ で微分するから2が出てくるよね。で、その2の逆数をかけなきゃいけないから、ここに2分の1が書かれると。で、忘れずに、積分定数、積分定数って言うんだ。積分定数ね。プラス C つけて、これで終了。だから慣れれば終わって暗算できる。で、次3乗根ですね。3乗根 2-x と。で、これは、ちょっと慣れてなかったらね、書き直して、これっていうのは、2-x の3分の1乗ですね。これと同じ意味になってるから、じゃあこれを考えると。で、これを積分していくんで、もちろんこの中身の分、ここを、まあ、t とかって置き換えて考えていくと、3分の1乗、肩の数字に1を足したもの、つまり3分の4だよね。それの逆数がまず出てくるじゃん。今までだったら4乗だったら4乗の逆数4分の1が先に出てくるからね。つまり3分の4の逆数の4分の3乗、これ上にしようか。4分の3乗が出てきますと。で、ここが当然3分の4乗になっておりますと。で、忘れずに置き換えたものを微分したもの、これ微分するとマイナス1になるので、それをかけます。つまり符号変わる感じね。マイナス。で、プラス C と。で、自分はね、3分の4乗で普通に答えてしまうんですが、まあ一応ね、3分の4乗分けると。3分の4乗っていうのは、2-x の1乗と、2-x の3分の1乗ね。指数っていうのは肩の数字足すことができるから、1足す3分の1をすると3分の4乗に戻るからね。これとこれ同じ意味だと。つまり、
マイナス4分の3。1乗ってのはね、そのまんま出てきたってことだから、2マイナス x。で、3分の1乗は元々の3乗根のやつなので、3乗根、2マイナス x プラス c と。まあ、こっちの方が安全なのかもしれないけどね。自分はちょっと上で答えちゃうんですが。まあ、こんな感じでやってください。で、次です。次はですね、この部分、分母のね、1マイナス 3x をこう置き換えます。で、ちょっと復習です。これ t で置き換えると、ちょっとあの置き換えのさ、あの dx から dt の変換をちょっと後でやるわ。やるんだけど、まあ、こういう感じになるじゃん。もちろん値が出てくるんだけどね。数字は出てくるんだけど、これって積分すると、ちょっと忘れがちなんでね、これ復習で。これログの絶対値 t プラス c だからね。t 分の1ってなった時は。いいかな。じゃあこれを使っていきます。で、同じように、じゃあこれがね、t 分の1がこうなるって分かってるから、ログ。の、絶対値。この今 1-3x を一つの塊で考えているので、1-3x を入れましょうと。で、プラス c としたいんですが、置き換えたもの。1-3x を微分したもの。つまりマイナス3です。それの逆数をね、くっつけなきゃいけないので、ちょっとね、狭かったなぁ。先読みが甘かったね。マイナス、3分の1。どうでしょうか。ギリギリかな？はい。これで終了。いいかな？で、次です。で、これ5番、6番に関してはちょっと特殊というか、こういう時はこうやるんだよってものがあるので、ぜひね、覚えちゃってください。で、何が特徴かっていうと、このね、何が特徴かっていうと、分母で、下ね。下を微分したものの答えが上にあるんです。x2 乗プラス1って微分すると 2x だよね。つまり、下のやつの微分したものが上にあるとき。まあ、公式とかで載ってるやつだと、あれかな ?fx が gx かのかな ?fx で上は微分したものその fx の微分したものみたいな。こういう状態になってる時っていうのは、これ速攻で、これ公式で使えてしまって、ログ、絶対値、この fx、下の式ね。これを入れちゃって OK です。つまり x2 乗、プラス1、で、プラス c。これ公式。覚えておくと楽です。分数になってる時に、だから分母、下を微分したものが上になってないかなっていう。で、これは公式なんですけど、これちょっと注意があって、これ、下手すこれ減点かな、あの、先生によっては、とされると思うんですが、これね、ログの中身、カッコにします。絶対値ではなくて。で、これぜひね、まあ、ログ扱うときに、扱うときによって、扱うときにの、まあ、チェック項目としてね、覚えておいてほしいのが、これ、絶対値の中身、x2 乗プラス1ですよね。x2 乗って絶対正じゃないですか。で、プラス1もくっついても正でしょ。つまり、絶対値の中身が正って分かってるから、これカッコにします。絶対値にしとく必要がないので、正になるから分かってるからね。だからこう書き換えて、これで終了です。ここに関しては。で、ちょっと長くなるかな。まあ、一応、8分か。ちょっと説明すると、なんでこれね、こういう状態の時に、これが、公式が使えるかっていうと、今までと同じように考えるとさ、まあ、下を t って置きたくなるわけですよ。t って置くと。そうするとね、ちょっと消しちゃいますけど、こう置いたわけですよ。で、これは、まず t で微分するじゃないですか。で、t で微分すると、右辺は1です。もちろんね。で、この左辺は x2 乗 t で微分すると、普通に微分したものに dx、dt をかけるわけです。こうやって。で、これ整理すると、dx イコール 2x 分の 1dt になるの。これ整理したわけね。こうなります。で、今置き換えをやっていくとね、下の部分を t って置きました。置いてやっていくと、下は t なんですよ。で、上は無視して 2x のままいきます。こうやって。で、この dx も dt に変えなきゃいけないと。で、変えていくと、この dx 代入すると、こうなって消えるんですよ、分子が必ず。で、残ったのが t 分の 1dt しか残らないの。t 分の 1dt ってこれでしょ？ログ絶対値 t プラス c、つまりこれじゃん。だから、分数になってて、分母を微分したものが分子にあるときは、これを使ってしまえばすぐ解くことができますので、ぜひね、覚えておいてください。じゃあラスト。タンジェント分の1でございます。で、これもね、5番と同じように解いていきます。まず、タンジェントが、ちょ、書いておくか、復習でね。タンジェント x。タンジェントはコサイン分のサインですね。なので、タンジェント分の1はその逆数だから、サイン分のコサインになります。
で、これが 3x 分の cos(x). で、何がわかるかっていうと、sin を微分すると cos ですよね。つまり、下を微分したものが上にあるんです、ちょうど。上にある。ってことは、この公式、これね、が使うことができるので、ログ、絶対値、下ね、sinx 閉じて、プラス c。sin はね、正負両方取ってしまうので、これは絶対値のままにしておきましょう。いいかな。一応書いておくと、あれだね。下がこう sinx で、上の cos がその sinx を微分したもの、こうね。こういう状態になってる。時には、そのログの中にこの 3x を、その下のね、分母のものを入れてしまって、で、プラス c つければ、こうしてすぐ解くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。はい、という感じでね、今回6問やらせてもらいました。で、まぁ、この辺はね、まず痴漢積分の導入になるので、サクサクっと解けるぐらいにぜひ練習しておいてください。で、痴漢はだんだん、もちろんね、レベルが上がっていくので、次回はね、ちょっともうちょっと難しめの問題やっていくので、よかったら、そちらの方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。